はい、皆様こんばんは、ホムラと申します。今日はですね、現在ガチャの方で来ております、ハレギホムラちゃんの固有スキルにありますこちらのバフ効果とデバフ効果の延長についてお話をしていこうと思います。皆様バフデバフと言われて、どれがバフでどれがデバフかって分かっていらっしゃいますかね。おそらくデバフの方は問題ないかなと思うんですけれども、バフの方は間違って覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんので、まずは間違いやすいバフの方からお話をしていこうと思います。ではバフはどんなものがあるかと言いますと、攻撃力アップ、与えるダメージアップ、ブラストダメージアップみたいな、こういった赤いアイコンで表示されているものが基本的に全てバフと呼ばれているものになります。他にどんなものがあるかと言いますと、こちらになります。防御力アップや与えるダメージアップ、マギアダメージアップとか MP 獲得量アップ、そういったものも全てバフとなります。では次にデバフですね。デバフはどんなものがあるかと言いますと、攻撃力ダウン、与えるダメージダウン、ブラストダメージダウンみたいな、こういった青いアイコンで表示されているものが基本的に全てデバフというものになっております。他にどんなデバフがあるかと言いますと、こちらになります。ブラスト非ダメージアップとか、チャージ後非ダメージアップ、こういったものもデバフの中に入っております。以上がハレギホムラちゃんのこのバフデバフの効果で延長できるものとなっております。では延長できないものとしてはどんなものがあるかというと、こちらになります。ダメージアップとかダメージカット、それとクリティカルとか、こういったオレンジ色のアイコンとか、他には緑色とかピンク色っぽいような色のアイコンも全て対象外となりますね。さらっとダメージアップは対象外ですよと今言ったんですけれども、ダメージアップってバフじゃないのって思われた方いらっしゃると思うんですけれども、他のゲームとかだと、こういったものも全て、バフという扱いで使われているかもしれないんですけれども、紛れ子においてはバフというものと状態強化と呼ばれるものの2つが、存在いたします。そのためこのダメージアップっていうものは状態強化というものに属されていますので、対象外となるんですよね。ある程度はこのアイコンの色で判断していただければと思います。画面上にたくさん文字出ていて、一時停止しながら見ていただければと思うんですけれども、ここに記載されていないもので、この効果延長されますか延長されませんかと、気になる効果がありましたら、お気軽にコメント欄の方にコメントしていただければ、これは対象外ですよ、これは対象ですよと、コメント返しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。